まずは乾杯ですね。乾杯。いやいや、これめっちゃ長い。10月ぐらいからずっとやってる。あ、うまい。はい、本日はね、番外編ということで、以前にご紹介いたしましたタコツバさんに再訪問しております。実はビデオを撮っていない分も合わせて今回は3回目ということで、ね、視聴者様に紹介してもらったんですが、大変気に入りました。今年の2022年の坂野さんをタコツバさんと決めてやってまいりました。はい、お通しですね。これは多分、魚さばいたりした後、後に出る端材をね、うまく再利用してお通しにしてると思います。いいことです。おいしい。ん？柚子かな？すごい香る。うん、ブリ系ですね。ブリかハマチかツバスかわかんないけど、今ねちょっとマスターとお話ししたんですが、31日も1日も開けるそうなんで、ここ本当に美味しいので、ね、お正月狙い目かもしれません。たるみ人の皆さん来ました。一人用の刺身盛り合わせ作ってもらいました。真ん中はハマチとマグロですね。右がホタテ、あと上がタイかな。左下は身の方は間違いなくフグですね。この肝みたいなのはフグの肝ではないと思いますけども、ウマヅラハがハゲかなんかの肝かもしれませんけど、うまそう。まずは、ちょんちょんと。あー、うまいうまい。この間はね、たまたま当たりが良くて南インドだったんですけど、ちょっと違うかな。ちょんちょんと。うん、うまい。うん、バチかな。さすがにちょっとわからんね。マスターが冗談でしびれますよ言ってましたけど、まあそれはないと思いますけど、ちょんちょんと。ああ、うまい。なんだろう。うん、溶けるんだけどコリコリしてる。すごい。うん、新鮮。わあ、おいしい。溶けるんだけどコリコリするって、すごくないですか。今季初風、うん、コリコリでございます。あ、実はね、バイト上がりなので一瞬でビールが開いてしまいました。俗に言うスポンジが水を吸うようにビールが入っていくってやつですね。うん、カウンターの端っこで飲んでるんでね、結構なんだか気を使わなくていいから落ち着いて飲んでおります。結構ね、こう見えてどう見えて言わないしゃるけど気を使うんでね、真ん中辺だったらね、他のお客さんが来た時にこっち寄りましょうとか考えなあかんからね、端っこが一番好き。まあ、そういう人多いだろうね。さてさて、ホタテ、ホタテ、ちょんちょんと。あー、おいしい。うん、坂の納めここにしてよかったな。来、うん、ました、耳がでございます。粗めの大根おろしが乗ってるんでポン酢でしょうね。
いや、耳がね、ポン酢間違いないですからね。酢味噌も美味しいんだけどね。でね、やっぱりね、耳が自分でやるというか、まあまあこちらがやってくれてるんで、自家製で作るとね、分厚めな耳が食べれるんでね、嬉しいよね。コンビニの耳はもう美味しいけど、まあめっちゃ薄いからね、要はあんな薄い切るなって機械で切ってるんだろうけど。うん、コリコリ、もういました。ポテトサラダでございます。可愛くないですか。可愛いな。昭和ポンコツ親父が食べるにはちょっと可愛いと思うんですけど、まあまあ食べますけどね。うん、おいしい。あのね、あ、うん、胡椒いいね。ね、あのポテトの、なんだろう、茹で具合なのかな。うん、バッチリ。あんなにグズグズになってなくて、ちょっとやっぱりグズ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 になっちゃってる。ポテサラ厳しいからね。おいしい。うん、マヨネーズの具合も多すぎず少なすぎず、うん、うまい。前にもご案内しておりますが、改めましてドリンクメニューチェック。うん、まあ十分ですけどね。がマッコリか、マッコリグラスもらおうかな。これに紹興酒があったらバッチシやけどね。実はね、マッコリを行ったのでハラミ焼肉言いますわ。とうとうマッコリを行ってしまいました。はい、もう酔っ払いは確定でございます。酔っ払い確定、乾杯。うまっ。来ました、ハラミ焼き肉と揚げシューマイでございます。ちょっとマッコリに合わせてね、焼き肉頼んでみました。まずはジャブで揚げシューマイいってみますかね。シューマイも大好き、まあ正直言って好き嫌いないんでね、まあ何でも大好きっちゃ大好きなんで、何でも大好きっちゃ大好きなんですけど、オーケーです。うわ、うん、ポン酢とからしの組み合わせっていいですね。ああ、うん、さあハラミいただきましょうか。実はハラミがね、ホルモンだと知らない人が多いんですけど、これ横隔膜なんだね、ホルモンでございます。いや、これちょっと結構分厚いな。うん、あ、タレも濃厚で私の好みでございます。ニンニクも効いてますね。しかしここ忙しいな。うん、あー、いいっすね。すごい。うん、3切れだけど満足感な、おつまみとしては。あー、ごちそうさまでした。久しぶりにね、タコツボさんに来て
大変満足できる魚おさめができました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。